プラプラス J 総括よいしょプラス J 2021年 SES コレクションの総括をしていきます。実際に僕が購入した商品を3点紹介した後、今回人気だったアイテムの感想を 164.5cm の低身長目線で話していきますので、ぜひ僕と同じ低身長で悩んでいる方は参考にしていただくと思います。で本編の紹介せーの、領域展開サイドです。で今回僕が購入した商品は3点ありまして、まずこちら動画紹介した2点、シャツブードンとシルクコットンクルーネックセーターです。この2方は非常に気に入って本当に動画でも絶賛したんですが、もう1点実は購入していまして、それがパンツでして、こちらのワンタックテーパードパンツのグレーのサイズ 70XS 相当を私の身長 64cm で購入しました。オンライン限定のサイズでしたのでまだ商品来ていませんが、商品到着したらレビューしていきます。今回プラス J は5点という購入制限があったんですが、3点しか購入していません。その理由を話したときは、まず1つ目が値段ですよね。ユニクロの通常ラインに比べて、まあ、2000円ぐらい高いじゃないですか。ユニクロで例えばアウターに、まあ、1万5000円ぐらい使うんやったら、普通のブランドでデザイン性の効いた、まあ、質がちょっと落ちるかもしれへんけども、そんなコートを2万円ぐらいで買いたいとか思ってしまって、しかも今回素材が特徴的でシャリ感の強いナイロンみたいな素材のアイテムが多かったですよね。それがアウターのオーバーサイズチェスターコートとかもそうだったけども、ルックとなんか違う、シャリシャリでペラペラで、まあ、SNS だからいいんやけども、ちょっと僕の好みではないなと思いました。なので値段と素材の2個でプラス J の購入品は3点に収まってしまいました。で僕はポロシャツがめちゃくちゃ好きなんですが、今回も2方出ていまして、で僕はリラックスフィットを試着したんですが、販売ページの画像で見るよりも生地が分厚くコットン感が強くツヤ感があんまりなかったんで購入をやめました。でシルクコットンポロシャツの XL のグレーも欲しかったんですが、もうすぐオンライン完売したので購入できませんでした。これはぜひ店頭とかに在庫あった場合は購入していこうと思います。で僕が購入検討していたウールテアードジャケットのセットアップとかのジャケットもグレーめちゃくちゃ良かったけど、着前回楽しくこのジャケットに17,900円、まあ、コスパいいねんけども、しかも僕は XS が欲しかったけども XS すぐ完売したし、パンツと合わせると上下3万円弱するんですよね。で3万円弱をユニクロプラス J のセットアップに使うんやったら、もう少しサイズ感もゆったりめでトレンドを抑えていて、かつグレーとこういうトンネルの色を抑えてるセットアップが5万円払えば結構買えると思うんで、プラス2万出してもうちょっとトレンドを抑えてかっこいいものを買いたいなと思いました。まあ、このセットアップも十分かっこいいですが、サイズが細すぎるのと値段がちょっと高いなっていうこの2点で購入をやめました。で次にオーバーサイズチェスターコートですね。こちらも購入を検討していて、こちらもグレーを購入検討していたんですが、全身グレーのコーデを組んでやるぞ、ルック通りコーデを組んでやるぞと見に行った瞬間、いざ見たらもうナイロン素材っぽくてシャカシャカやったんですよね。 SS っぽいしいいんですけども、コートといえばコットンツールとかコットンミエスルポリエステルとかそういう高級感のある生地を思い浮かべてたんですが、シャカシャカしたら結構ね、僕はスポーツ感っていうか安っぽいさを僕はね感じてしまうんでちょっと控えました。シャリシャリ感をコートに持ってくるのはシワが目立つし僕的には苦手です。でハーフパンツ、ハーフパンツもめちゃくちゃ人気で、僕もブルーが欲しくて行ったんですが、思った色となんかちゃうかったんですよね。まあ、特にそれが顕著に表れてるのがナチュラル。販売ページではホワイトに近いオフホワイトで絶妙だと思ったんですが、いざ見てみると黄色っぽくて結構カジュアル感が強い色だって購入を避けました。しかもサイズですね、サイズが S サイズを着用したんですが、低身長短足の僕ではもう膝下このすねあたりまで来ちゃってバスパンかなってストリート B ボーイかなって感じになってしまうんで、ちょっとイメージと違うなってなって購入をやめました。あと僕が行った大阪の店舗では購入できる時間が20分しかなく、その20分でメンズレギュースの全商品をチェックするのが時間が足りなくて、急いで買うのも嫌やったし、まあファッション YouTube やから急いで5点買ってこいって話やけども、なんかね僕があんまり気に入ってないものを買って大阪さんも嫌やし、そんなこともあって3点購入することになりました。パンツはまた実物着ていませんが、この2点のアイテムは非常に気に入ってて、動画で絶賛した通りマジでおすすめできるアイテムなので、ぜひ購入を検討してみてください。でシルクコットンはねインラインで出ることをほんまに祈りたいです。皆さんは何を買いましたか？ぜひおすすめあれば教えてほしいです。でインスタの方では全ての DM を返しておりますので、ぜひチェックをお願いします。でこのチャンネルは低身長のモテを全力でサポートしていくチャンネルです。ぜひモテたい低身長の方や、おしゃれになりたい、自分で自信を持ちたい、そんな
方はチャンネル登録お願いします。5月までに4万人を目指して活動しておりますので応援お願いします。ではまたお会いしましょう。以上、バムでした。アリデッペッシュ。